八王子市図書館は、東京都八王子市が運営する、公立図書館の総称である。八王子市図書館とは別に、八王子市学園都市文化ふれあい財団が、管理運営する、地区図書室についても本校に記す。中央図書館及び3つの図書館、5つの市民センター図書館がある。また、2006年に、八王子市が10月27日を、八王子読書の日と定め、 これを記念にシンボルマークの鳥のルリちゃんが誕生した。利用登録ができるのは、市内在住、在勤、在学者及び相互利用をしている市在住者である。本、雑誌は全館で10冊まで、CD や DVD などの視聴各資料は全館で3点まで借りることができる。貸し出し期間は2週間で、他の利用者の予約がなければ、さらに2週間の延長が可能。 2018年から図書館に利用者登録をした八王子市在住、在勤、在学者を対象にパソコンやスマートフォンで電子書籍を借りて閲覧することができる八王子市電子書籍サービスを行っている。24時間いつでも電子書籍の予約、借り受け、返却ができ、貸し出し点数は2点まで、貸し出し期間は2週間となっている。 7月21日から8月31日の夏休み期間中は、すべての図書館で、開館時間が30分前倒しされ、9時30分からとなる。中央図書館生涯学習センター図書館、南大沢図書館、川口図書館大型市民センター図書館、由井市民センター南屋図書館北野市民センター図書館石川市民センター図書館、 吉木中央市民センター図書館八王子市、学園都市文化触れ合い財団が管理運営する地区図書室が市内各地区の市民センター、市民集会所に併設されている。ただし、長房市民センターと市民センター図書館のある吉木中央、北の石川、恩方、由市民センター南の分け室には設置されていない。地区図書室の開室日はそれぞれ異なるが、 週3日程度のところが多く、開出時間も日中にほぼ限られ16時には、ほとんどが閉室してしまうが、地区図書室によっては、地区センターの開館時間中は、室内での本の閲覧及びブックポストへの本の返却ができる。また、地区図書室及び長房市民センターの窓口で、八王子市図書館の本の貸し出し予約とその受け取り、本の返却の取り次ぎを行っている。 予約及び受け取り、返却ともに、八王子市図書館各館の本のみが対象で、雑誌及び市長各資料、他館の資料の取り次ぎには対応していない。ありがとうございます。